今回の大会の意気込みは、まあ軽く世界記録ぐらいは叩き出したいかなって感じですね。全然ないけど。第3レーン、浜田寛治君、城西大学。本種目は 400m ハードル。 100m 牛丼は初のチャレンジになります。ちょっと待ってね。さあ、世界初 100m 牛丼チャレンジが始まろうとしています。注目です。セット。さあ、始まりました男子 100m 牛丼チャレンジ。第3レーンを走っていますのは浜田寛治君。 100m の自己ベストは11秒16。最近の悩みは家のトイレがよく詰まることだそうです。トイレットペーパーの使いすぎです。さあ、気になるタイムは11秒66。11秒66です。これは微妙なタイム。 100m のタイムが微妙でも牛丼を早く食べることで巻き返すことができます。これもそのはず、この松屋の牛丼は作られてから6時間経過しています。ぶっちゃけ美味しくはないでしょう。苦しそうです。 100m がきついというより食べることがきつい。これが 100m 牛丼チャレンジです。ここからはところどころ早送りを送りさせていただきます。食べるのが遅いのでここで浜田の近況トークを。一人暮らしの生活に慣れずに家事をサボりすぎて週1でコインランドリーに2時間座っています。浜田です。おーっと、危ない、足掛けた。まだまだ終わりそうもないのでもう一つ。監督に YouTube をしていい許可を得たものの、後期3教科単位を落としたら YouTube 禁止と言われました。ですがもうすでに単位を落としかけており、ほぼ確で3つ落とす、そう語っていました浜田です。おっと、浜田先生、もう少しで食べ終わるか。食べきった。バッグの中を空にすれば競技終了になります。だがここからが長い。今は水を飲んでいますが、練習以外は全てコーラで水分補給をしています浜田です。来た。5分6秒52。5分6秒52。最新記録達成です。セット。